コダンスプロジェクトの小野明子です。今日は椅子を使って股関節周辺のストレッチをしていきます。まず骨盤をまっすぐ立てるようにして、座骨でしっかりと椅子を押すようにして骨盤を立てていきます。右の足を左の膝の上に乗せるようにして足首を固定します。右の手で膝を持ってぐーっと上から押してあげます。右の股関節のストレッチです。この時に体が少しこういうふうにねじれてしまったり、ね、してしまいがちですけれども、体をできるだけ立ててぐーっと膝を下に押してストレッチしてみてください。そしたらその両膝を一直線にするようにして自分の正中線に置いていきます。そのままヨガの牛のポーズと同じように骨盤を傾けていって前に体を倒してみましょう。背中の後ろからお尻にかけてよく伸ばしていきます。吸いながら戻します。反対もやってみましょう。左の足を右の膝の上にかけるようにして足首を持っていきます。息を吐きながら左手でぐーっと膝を押すようにして股関節をストレッチ。戻していきます。その膝と膝を合わせていって自分の正中線、そのまま骨盤を傾けて背中の後ろからお尻の後ろまでよく伸ばしていきます。息を吸いながら戻していきましょう。この股関節のストレッチ、座っている姿勢でできます。座っているとお尻の後ろ、股関節とても硬くなってきますが、時間のあるときにやってみてください。